演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、神に紀州南高梅の国産鶏サラダチキンを食べたいと思います。紀州南高梅、この前のローソンのアイスバー美味しかったですからね。これはどんな味なの、やっぱり酸っぱいのかな。開けた直後はそんなに梅の香りが強烈って感じではないですね。はい、こんな風になって、まだ梅の香りはしないですね。ではいただきます。梅の香りはそんなになかったんですが、噛んだ瞬間にその香りのなさを吹き飛ばすために梅の酸味がブワッと口の中に広がってきましたね。結構強烈で、朝の目が覚める時ながらぴったりだと思います。ただ中まで、鶏肉の中まで浸透してるわけではないので、ちょっと物足りないかなと思った気もしますね。もうちょっと中まで浸透してくれてるとしっとりとして良かったのかなと思う部分もありますので、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。